周防の戦国大名、大内義隆。彼は修道を好み、多くの家臣と男色関係にあった。フランシスコ・ザビエルが山口を訪れた際、うっかり義隆の男色趣味を非難してしまう。これに義隆は激高。ザビエルを山口から追い出している。これ、すべて嘘である。実はこの話、ルイス・フロイスによる創作であり、実際にはザビエルは丁重にもてなされている。また、義隆と男色関係だった可能性のある人物は、杉高康、あるいは末高房のみであり、武田信玄の方が義隆より男色話が多い。大内義隆男色狂い説は、宣教師のデマから始まっているのである。